これはサンルームの外に一旦出したものを再びサンルーム内に取り込んだクエバイベジタブルですが、直立させると天井にぶつかったので用芯をだいぶカットした上でコンテナを2つ積み重ねて重しを置いて、そしてここにですね寄りかけておいたんですね。そしたらだん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 離れてきて自立してきているんですね。このようにバナナは斜めに植えても直立思考ですので、まあ斜め植えというのはあまり意味がないように思います。また最初から人為的に斜めに植えなくても台風あるいは強風などで15度ないし30度、あるいはそれ以上傾斜しても台風強風が去りますと、また自力で直立思考を強めて大体はまっすぐ立ってくるものなんですね。まあ今でそうですね、コンテナと10センチぐらいは離れてきていますね。もうちょっとするともっと離れるかもしれませんね。